どんまいどんまい。おばちゃんはせい君のファンさ。ほな今日のネタ練習。よし、行きます。花ちゃん、おかえり。ただいま、ルミおばさん。さあ、新作いくで。大阪のおばちゃんは飴玉だけ飴ちゃんっていう特別扱い。ちゃんぽんちゃん、てっちゃんちゃんってことはクリスちゃんちゃんみたいな。聞こえてたよ、そんな無理してこらえんなって。大丈夫、全然面白くないから。ごめんね、よく笑う子やったんやけど。いやいや、これは僕の誇りの問題です。クラスで唯一僕のギャグを見て笑わん夜なばる花を、未来の爆笑を稲塚星は何が何でも笑わさなあかんのです。好きなら早く送ったらええのに。え、なんで。何にもないさ。俺のギャグで笑うたらこの祭りに行くって約束したんですよね。笑顔いっぱいの祭りやから、きっとあの子も。おばさん、ん、俺しんで笑わんとこって無理してないか。アンマーがなくなって私の心に開いた穴を埋めてくれるのは片身の三振だけさ。アンマーだって空から花ちゃんの笑顔を見たがっとうと思うよ。環境を変えたらって大阪に呼んでくれたおばさんには感謝してるよ。沖縄の他の高校行っても変わらんし、なんか変わると思ってきたけど、ここには風が吹かない。西表でいつも感じてた海や木々の匂いのする風がしない。だから高校卒業したらすぐにアンマーのいた西表に帰ります。それまで友達も思い出も作らんつもり。花ちゃん、俺たち西表島から出てきたよね。ここは大阪西中島。この下に西中島って書いてみて。表と中を入れ替えたら西表島は西中島になるよ。花ちゃん、せい君は。おい、音楽聞いてんや。おい、なっちゃって。うわっ、なんでやねん、なんで祭りに行かへん。祭りに行って笑顔になるのが怖いんか。
セイ君に何がわかるん。西中島の風感じろや。この町にもたこ焼きとかお好み焼きのソースとか、ここに生きる人の匂いのする風が吹いとるんや。それは西表の匂いじゃない。だからここは西中島やっちゅうねん。俺は待ってるからな。野外音楽堂の入り口でずっと待ってるからな。うまく弾けないよ。ごめんね。ハナ、ハナ、ハナ。おばさん大丈夫？セイ君のお母さんがお店に来られて、セイ君の引っ越し明日やって。今すぐ行かんときっと後悔するよ。セイ君のご両親離婚されるの。それでお母さんの実家の足摺岬に行かれるって。だからセイ君。最後の思い出に花と祭りに行きたかったんよ。間に合わんかったか。せいくん。花。なんで引っ越しのこと言ってくれんかったん？一番やん。アホ。行くで。